なかなか立ち直れない私のために親友たちが毎日入れ替わり立ち替わり訪ねてきて励ましてくれた。ドレミちゃん、私何もドレミちゃんのためにできないけど、せめて一緒にいさせて。ドレミちゃん、ティッシュ箱ごと持ってきたで。二人で思いっきり泣こう。ドレミちゃん、七転び八起きだよ。私、ドレミちゃんが復活したら、ドレミちゃんのためにスペシャルなホールケーキ作るからね。ドレミ、ドレミは花のママなんだからね。早く元気にならないと、魔法で元気にしちゃうからね。それぞれが、それぞれらしい言葉で励ましてくれた。そして、ニューヨークの音符ちゃんからも国際電話がかかってきて。ドレミちゃんっていつも励ましてばかりで、励まされることに慣れてないのよ。そうかな。そうよ、ドレミちゃんの励ましって聞くんだから。そんなことないと思うけど。あるある、魔法のようにね。だからね、学校の先生にぴったりなの。絶対いい先生になると思う。ありがとう。なんか元気が出てきたかも。それでこそドレミちゃんよ。ようやく前を向くことができた私は、お父さんとお母さんに先生になるためにもう一年浪人生活をさせてくださいってお願いをした。二人は笑顔で了解してくれた。担任のレオンこと山木先生にも報告すると。わかった。来年の受験までに少々のことでは頭からこぼれないように、基礎からちゃんと自分のものにしておけ。俺もこの学校にいる限りは相談に乗るからな。よろしくお願いします。それから司さんの家を訪ねて、また1年家庭教師をしてくれるように頼むと、2つ返事で OK してくれた。そして、今まで以上にバッチリしごくわよって例のお姉言葉で葉っぱをかけられちゃった。その帰り、私が魔法堂へ向かっていると、ここだっけ。もしもし。俺だよ、俺。落ちた日にネバーギブアップとかありきたりのメールをくれた小竹くんですか。ちょっとは元気が出てきたみたいだな。あんたね、他にもっと気の利いたメールできないの。そう怒るなよ。それより大事な話がある。これから美空神社の境内に来てくれ。え、これから魔法堂に。何さ、こっちの都合も聞かないで。まったく。でも大事な話ってなんだろう。よう、残念だったな。うん、来年もう一回チャレンジするんだってな。うん、サッカー部で頑張りすぎたから来年は絶対受かるよ。大事な話って何。ああ、そのなんだ、もし大学合格したら第二外国語はスペイン語を選択しろ。え、話はそれだけ。じゃあな。ちょっと何よそれ。まあ意味わかんないよ。ドレミ遅いよ。ごめんごめん、小竹のやつに呼び出されてさ。で、ホープちゃん。ただいま。おかえり。帰ってたんだったら連絡してよ。今日着いたんやからしゃあないやろ。成田について、葉月ちゃんに連絡したらドレミちゃんの激励会があるって聞いてね、直行してきたの。そうだったんだ。ドレミちゃん、小竹くんに呼び出されたって言ってたけど、ひょっとしてすっごい告白があったとか。違う、小竹のやつ、これから浪人生活を送ろうとしてる私にね、大学合格したら第二外国語はスペイン語を取れって意味のわかんないこと言うんだよ。え？ほんとあいつ何考えてるんだか。ドレミちゃん、それってプロポーズみたいなもんとちゃう？え？小竹は J リーグでさえプレーしてないし、海外に行くとか全然遠い話じゃん。それに私は今浪人生なわけで、大学行って小学校の先生になってって。あれ、みんななんで黙ってるの。
先行予約ってことじゃない？そうか、ドレミちゃんもリア充だったね。そうそう、ドレミ大学行っても俺のこと忘れるなっていうことだよ。そういや、小竹のプレスタイルはドイツ言うよりスペインかイタリアっぽいって誰か言うとったで。へえ、スペイン目指してたんか。そうなの？小竹くんが海外に行くのはまだ先だろうけど、絶対にスペインって決めてるのよ。その時にはドレミちゃんも一緒にって、そういうことでしょ。小竹くんはドレミちゃんが不合格だって知って来年の受験に専念してほしいって思ってるのよ。小学校の先生になるっていう夢も叶えてほしいし、自分も J リーグのレギュラーになって代表入りもしたいっていう夢もあるし、だからあえて未来の話をしたのよね。そうだったの？だったら最初からそう言ってくれればいいのに。付き合ってるのに小竹はドレミが天然だってことなんで知らないんだろうね。いい加減学習しないとね。天然のドレミちゃんには直球じゃないとダメだって。ちょっと二人に天然なんて言われたくないよ。まあまあ、その話はそれくらいにして奥へ行こう。ももちゃんがドレミのために作ってくれた特製ケーキがあるの。やったー、ももちゃんのケーキ食べるの久